サスケさんは7代目ホカゲと対等に渡り合える唯一の忍びだって言ってたよ。君たちのご両親よりすごい僕の親がね。何です？遊んでやりましょうぞ、ラフィア伯爵。煉幕が消えた。コロイドはイオンで吸着される。これも高電圧の使い方よ。死ね死ね。これでも食らいやがれ。直接素肌に触れなければいいんだろう。それに君は俺に触れはしない。なんだと。君は今日目に来たばかりの新米だ。俺と一緒にするな。その野望、俺が引き継ぐ。この俺のイザナギでな。手足を務める者がいなかったが、心臓資格者一人だけでもブランキとは。俺は悔しいんだ。どうせこのまま死を待つなら、最後はみんなでカッコつけよう。それ以上に望むものなどあろうものか。力を蓄えた後、この国に戻ってくるがよい。ちげえよ。あのうさんくせえ仮面のマダラじゃなくて、本物が出たって話だよ。どういう意味だ。メルダの件を言っているのか。いつ俺がそんなことを言った。言ってるも同じだ。